平野紫仕様の声が止まった瞬間、隣から金プリ5人の絆にファン感激、すぐ助けるの素敵すぎる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスの平野仕様さん、26、神宮寺ゆ太たさん、25、岸優太さん。 27の3人が2023年5月22日にグループを脱退する。これに先立ち、20日にはメンバー5人による最後のパフォーマンスが音楽番組メニュー 101NHK 総合で行われた。5人は一番シンデレラガールビューティフルフラワーの3曲を披露。このうち最後の ビューティフルフラワーでは、平野さんが歌唱中に換気はまり、声が出なくなる場面があった。近く、ジン君とキシ君がすぐ気づいて助けるのが素敵すぎる。ビューティフルフラワーの歌い出しは平野さんが担当。しかし、換気はまった様子の平野さんは早くもつまずき、すぐにまともに声が出せない状態になった。 すると、向かって左側に立つ神宮寺さんが平野さんの背中を叩いて本人を励ましたほか、歌詞の一部に自らの声を重ねた。さらに、岸さんが神宮寺さんに追随してやはり声を重ねたほか、高橋海人さん24、戸長瀬恬さん24が平野さんに視線を送る様子も見られた。 中盤では涙ながらに歌う平野さんは一時的に後ろを振り向き、泣き顔がカメラに映るのを回避。元の体勢に戻ると自らの髪をつかむなど落ち着かない様子を見せながらも、なんとか4人と歩調を合わせた。その近くでは高橋さんが涙を流しながら歌っており、こちらも歓喜は待った様子を見せていた。 ラストでは平野さんが再び感極まって声が途切れ途切れになったほかこれまで安定して歌っていた岸さんまで自らの歌唱部分が一瞬ながら歌えなくなるなどして5人が感情の高ぶりを隠せない様子にそして楽曲が終わると全員のお辞儀と共にパフォーマンスは終了した5人のラストステージに対しファンからはツイッターに 潮くんが泣いて歌えなくなっちゃった時にジンくんとキシくんがすぐ気づいて助けるのが素敵すぎる歌えなくなった潮くんをキンプリみんなでカバーキシくん泣いて歌えなくなるの初めてだし紫輝くん最初から泣いて多少くん泣いて歌えなくなっちゃったけど背中さすってあげて一緒に歌おうとしてくれるメンバーたち本当に仲がいいグループだよねといった声が上がった A ニュース編集部 坂下方衛。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。